ということで、タツ兄のブンブンマンブリライフへようこそ。岸田達也、結婚しました。まずですね、いつも応援してくださっているファンの皆様、そして関係者の皆様、友人家族皆様に感謝申し上げたいと思います。いつもありがとうございます。という中でですね、最初にやはりこれは言っておきたいなって思うのがですね、黙っていたこと本当に申し訳ありません。結婚することになったお相手の方がですね、高木ゆりなさんという方になります。その方もですね、芸能界で活動しているということがあり、今回の交際に関しては公にすることができませんでした。本当に申し訳ございませんでした。でね、今日はゆりちゃんにサプライズプロポーズでね、今日はこのアシアのベイコートに来ました。結婚した後は YouTube 一緒に出ようよみたいな話をしてたんで、その練習みたいな感じでこの動画は回そうと思います。ここはですね、社長さんに急にお招きいただいてきたっていう設定になってますけど、それは嘘っていうことで、ディナーをこの部屋でいただくんですけど、その後に指輪と花束を持ってきていただいて、僕が受け取って渡すっていう、そういう計画になってます。はい、プロポーズって言っても実はですね、僕たち婚約指輪一緒に買いに行ってます。正直こうプロポーズとして成功するかしないかみたいなところはないんですけども、どういうリアクションされるかマジで分かんないです。今更みたいなことになるかもしれないけど、それも込み込みでまあ一回やっとこうぜってことなので、一応形に残そうっていう感じです。やっていきたいと思います。ということでご覧ください。緊張する、行ってきます。ちょっと今下からじゃん。あ、ごめんなさい。美女的なのはそんな気になんない、下からでも。すごい漏れてる。漏れてんの。うん、あ、でもちょっと印象かも。買ってやっとくわ。20はこれちょっとやだ。タツ兄のブンブンマンブリライフへいいようこそ。旅行、これが出る頃には世の中には発表されている頃だと思いますか。ということで、改めまして、嫁ちゃんでございます、ゆりちゃんでございます。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今日はどこに行くんでしょうか。今日はアシアベイコートクラブに行きます。突然なので何も知りませんけど、疑問はいくつかあったんでしょう、うん、どこにいるんだろうその社長さんは。今もう着いてるのか、昨日から泊まってるのか知らないんだよな、僕も全然ね。そう、リズでリズレジデンスアシアスウィート、これは違うんだけど、想像するだけ身震いがするわ。オーマイグーネス、わーお、すごくないこれ、船になってんだよ。わーお、こんにちは。ありがとうございます。ご予約の代表者名を、はい、岸田達也です。岸田様ですね、ありがとうございます。岸田達也どうぞ。はい、ありがとうございます。前映していい？いいよ。車の中ぐちゃぐちゃすぎて絶対見られたくない。そう、荷物渡しますって言われたら、いやもう自分でやりますって大丈夫なんで、もう自分でやりますって言って、絶対に贅沢に慣れてないんで、うん、絶対に言って。到着、よいしょ。はい、ということで作戦は今もうすでに実行を始めております。今係員の方がですね、先に彼女をですね中に入れておいてくださいまして、その間にまあ秘密のあれを受け取りますよとあっちの方から言っていただいてるんで、こんな巾着袋にこうやって入れてきたんで、さすがですね、もう完璧に話が。いや、助かります。ちょっと待ってください。あ、はい。ありがとうございます。じゃあ、いろいろとよろしくお願いいたします。お願いします。頑張ります。はい、ということで、まあ、制服にね、着替えたところで、アシアベイコート全201部屋の中に2部屋しかないロイヤルスイートジャグジー付き部屋紹介、今、いや、ま、なんかちょっと電話する。もしもーし、やばいっす、マジで。はい。あー、なるほどね。あ、いやいや、それだったらそれで嬉しいんで。はい、ありがとうございます。はーい、ゆりちゃん。はい。ご飯ね、ここだって。え、
YouTube 撮ってるっていうのを言ってたじゃん俺が、うん、したらここのルームのサービスのなんだっけなんかあるんだってコースみたいな。え、嫌だったら鉄板とか行く。それ用意してくださったやついいんじゃない。したらさ、ご飯食べながら動画撮ったも普通に。でもそういうように部屋にしてくれたって言ってたから髪の毛とかちょっとやる。なんかやるけどなんで。ちょっとやった方がいいなと思って。いや、なんかワンチャン映るかもしれないじゃん。私、うん、うん、そうしようか。あとインサートちょっと外のやつ撮ってきます僕。うまくごまかせたんじゃないこれ。いいよ、役者の部分出たんじゃない。行ってきます。はい。ことは自分たちでここから持っていけばいいってこと。そうじゃない。これだって全然待って品番で言うとだいぶ後だよね。確かに。でもなんか食べたいから食べちゃったもん。じゃあ僕もいただこうかな。うん、美味しいよ。いただきます。うん、美味しいよね。飛ばさないさすがに。はー、はい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 。やちょっとさ、私のグラスも取って。あ、はい。あ、つけちゃうんですね。つけちゃうんですね。危ない危ない危ない。セーフ。お任せ遊ばせ。お任せ遊ばせ。あ、いいね、映えてる映えてる。ちょっとそれね、こぼれるのはちょっとよくこぼれますよ。はい、いかがでしょうか。ありがとうございます。え、どこで乾杯する。もう外で乾杯する。いっぱい乾杯。外でもいいよ。いいね。やはり嬉しいな。よっこいしょ。なんか漏れてる。漏れてる。うん、西日漏れしてるわ。西日漏れしちゃってるわ。ほら西日。あれサンセットもうちょっとじゃん。何で乾杯だこれ。これが初結婚後初動画になるとしたら、うん、我々結婚おめでとう。はい、これからサプライズしますよ。代表して、はい、まあ、僕たちはいつもファンの皆さんに見守られて活動してるじゃないですか、はい、だから第一にやっぱりファンの皆さんに受け入れてもらえたか分かんないけど、この結婚を先に報告させていただきたいと思います。本当にいつも応援していただいてありがとうございます。そしてね、妻もアナウンサーとしてね活躍していますし、これからも活躍していこうという、まだまだこれからのタレントなので、夫婦ともども応援していただけたらと思います。それでは私たちの結婚を祝して乾杯。乾杯。いただきます。あー美味しい。うわやば。え、待って、私のチョイスめっちゃ良くない？待って、雨降ってきたよ。雨だ雨だ、帰ろう。絶対雨だこれ、やばいやばいやばい。あれしょ、それこれあの狐の涙、あの嫁入りでしょ。嫁入り嫁入り。だからちゃんと嫁入りもちゃんとして。あ、確かに完璧でしょ、うん、じゃあ食べますか。え、何から食べたらいいんでしょうか。あー、なるほどね。あ、やっぱ生ハミサラミ。え、今韓国語喋ってた一人で。生ハムサラミコッパの盛り合わせにしましょう。確実に一人で韓国語喋ってたよ。え、待って、映えてる、めちゃくちゃ映えてる。おんまい、似合う似合う。うん、マジだわ。すっごい早くない？今日さ、シャンパン、え、シャンパンいつもそんな早く飲まないのに。飲まない、やばい、まずい。え、これ お気に召していただけた？めっちゃ進んじゃう。だよね、だって。はい、これからサプライズしますよ。ね、やばい、怖い、マジで。やばい、もう顔がやばいぜ。絶対これお店で飲んだら 2,3 万するんじゃないかな。そうだね、ボトルで。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。大丈夫ですか。ちょっと、やばい、飲んでるね僕。環境が違うからなのかな、なんか。あとあれじゃない、シャンパン飲む時ってさ、大体レストランとかだからさ、堅苦しい雰囲気の中だけど。はい、これからサプライズしますよ。片付けられてないから、アットホームな感じ、まずいね。ちょっとパジャマに着替えたい。疲れもうあれでもちょっとダメ。一応さ、なんか動画もあるしな。うん、せやねんな、着替えたいな。もうゆりちゃん、はい、もう19時くらいまでは耐えようよ。 What time is it now? あと7分。あ、もう7分じゃん。よし、あと7分だから、めっちゃ綺麗にしといて。だから OK。 ジャンダラリンの T シャツ持ってきた。え、本当に19時になったら着替えようとしてる。うん、どうしてダメなの。もう動画も十分撮ったし。なんかこれの場所気になるな。気にならん？これの場所。別に絶対これぐらいだよ。ここのラインと揃えた方が絶対綺麗。何してるんですか、さっきから。これ気になりません？なんかなりません。なんかさ、このここの空間がいいわけじゃん、これ。だからさ、何ここなんだよ、ここなんだって。なんかそんな気がするんだって。当初はこの辺にあったんですけど、なんでかこっちにずらしてる。で、この空間がほら
でもさ、どう考えてもさ、外に出入りするのがさ、邪魔じゃない？本当だ。ねえ、だからさ、そういうの考えてそっちに置いてあったんじゃん。でもここで踊れるよ。じゃあ踊って。怖ー。あ、でもやっぱいいわ、ここが。なんか広い方が？こっからのこのビジュアルもいいし、最後顔ちっちゃいね。ありがとう。顔ちっちゃいな。あ、そっか、私はね、そうなんです。うちの子、インスタとか見に行ってもらったら分かるんで、あと YouTube もね。はい。え、社長かな？違うと思う。え、ゆりちゃん、ここ行っていいよ。はい。俺行ってくるから。社長かな？社長が行ってこないし、勝手に。おいでよ、おいでよ、こっちおいで。何？一緒にいた。失礼いたします。はい。失礼いたします。え？じゃあ何？お預かりしていたのを、はい、届けに参りました。あ、じゃあこれをいただきます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼いたします。失礼いたします。どうぞ。あ、そこにスリッパねえはい、そのための。あ、そういうこと。はい、持ってきたの。めっちゃ泣いてる。ゆいちゃんが泣くとちょっと僕も泣きそうになっちゃうから。めっちゃスリッパだよ。ねえ、ダサいじゃん、どう考えても。履きたい、もうこのままでいいよね。うん、このままでいいな。いいな、うん、じゃあ、はい。まあこれね、実はもう婚約指輪一緒に買いに行ってるんだよね。はい。だからないと思ってたでしょ。もうないと思ってたよ。もうなくてもいいっていうか、まあ別にもういいやと思ってたけどでもゆりちゃんはそういうのね、なんかやってほしいっていうタイプだったから、うん、これ取れてるか心配だわいや本当に出会った時からね、出会った時、初めて会った時から本当に僕は本当に冗談じゃなくて結婚したいと思ってました。はい、はい、これからね、長い月日を一緒にしていってくれたら嬉しいなと思っております。はい、僕と結婚してください。よろしくお願いします。お願いしますいや、これ分かってても緊張する。緊張した？緊張した。え、待って、本当に全然意味わかんなかったんだけど。ちょっとね、泣きそうになっちゃった。うーってなった。え、やっば。本当はもっと5分くらいのスピーチ考えてたけど、やっぱ言えなくなるわだからシャンパンいっぱい飲んでたんじゃない？そうですよ。緊張してたんだ。え、そうだよ、ぶっちゃけ。え、そうなの？あの、社長でここを取ってもらった時でしょ、はあ、いません。え？もう完全に僕がこのプロポーズをするためにの今日は1泊2日でございましたね。つけよう。もうなんならサイズも直ってますね。ピーチャーピーチャーにない。もうやだよそんなに成功するそんなに成功するかなはい、ゆりちゃん左手の小指で。違うだろう、薬指だろ絶対うわー、これすごいよろしくお願いします。お願いします。うわー、よいしょー。今日はもう完全にその回でした、うん、そんなに泣く？こんなに泣くかな普通。そんなに泣くかな。こんなに泣くかな。かわいい指輪これ。これいいよね。かわいいよ。ちゃんとセンターでこれ1カラットあるもんね。そうだよ。プロポーズ大作戦大成功、イエーイ。すごいね、こんなに泣くかな。泣くね。あ、でもね、映えてるやっぱ。あ、本当ありがとう。やっぱり足は映える。足はマジック。足はマジック。
まずいてたね。ひざまつくなんて思ってもみなかったよ僕ということでじゃあ2人の記念に、はい、これからよろしくお願いします。お願いします。乾杯。乾杯。さあ、すごい、あ、すごいじゃん、え、すごいじゃん、え、すごいじゃん、あらまあ、最高だね。最高でしょ。人生で一番美味しいです。あら、そんなこと言ってくれんの。じゃあゆいちゃん一言ありますか。まあ今の気持ちです。別にこれは別にまた改めて動画いくらでも撮るんで。なんか泣いてるな、また泣いてるな、すっごい泣いてる。しかもでもそれはもうあれじゃない、料理用のあのティッシュでも何でもない。こんな風に考えてくれてたのは全然本当知らなかったし、いざやってもらうとこんなに嬉しいんだなと思って、あとあんなに緊張して言葉出てないの初めて見たから、ね、びっくりした。なんか親の挨拶とかもサラサラサラってちゃんと言ってたし、あ、なんかやっぱこの人すごいなって、ここぞという時に頼れるなって思ってて、緊張とかしないのかなみたいな思ってたけど、するんだね初めて。 ありがとうございます。これからも2人をよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあオッケー、飲もう飲もう。